はい、ノブさん、バチ抜きに 0.85 巻いているのですが、バチじゃなく明らかにナッコに反応しているときがあります。そんなときに大きめのルアーを投げたいのですが、 0.85 だとガボッツ157だ、不安で投げられません。村岡さん、 0.85 で何グラムまでのルアーをフルキャストしますか？まあ、50グラムくらいまでだったらフルキャストしてますね。で、80グラム、この野郎とかだと7割ぐらいで投げてます。で、大事なのは、この、こういう反発キャストじゃなくて、ペンデュラムですね。一回、もう、リーダーを一ヒロぐらい出して、もう先にね、リールも裏返して、だからリールを上に向けて、肘高くして、シャーって投げれば、ガボッツ150で 0.85 で自分フルキャストしてますね。はい。ハマさん、ロットノルウェールアーウェイト表記より重いルアー投げるコツを教えてください。小手先で投げないね。うん。しっかりとロッドにウェイトが乗るように、うんうん、そのブラックバス投げっていうか前でこう、ああ、パシッと行かず、パシッと行かずに、ペンデュラムキャストってね、うん、後ろにでロッドにウェイト乗せといて、うんうん、折れないように早いんじゃない、ゆっくり回していく。なるほど。で、そういう投げ方をする。うんうん、と少々のオーバーウェイトは投げれるはず、うんうん、ロッド性能にもよりますけど、うんうんうん、基本はメーカーが歌ってる表記前後ぐらいで収めてるのが無難やけど、うんうん、あの表記っていうのはどんな投げ方をしても折れない表記になってるということで、うんうん、ある程度ペンで3倍ぐらいいきますよね。まあロッドにもよるよね、はい、まあうん、まあでも今のアーピアのロッドで言うと倍は楽やね、うんうんうん、まあ、特に M 以上だったら。そうですね。うん、ML とかさすが倍だと、ちょっとしんどい、ね。ちょっと、気持ち悪いって投げ方が。それが、やっぱ後ろから、ってよくしようって投げる。そんな感じです。はい、